アローザはスイスのグラウビュンデン州にあるタウンかつ基礎自治体である。夏、冬ともリゾート地として賑わう。アローザバイスホールンさん1330年頃の記録にアーウスとして初めて歴史上に登場する。1383年の記録にはオロッセンと表記され1428年にアローザになった。13世紀にはすでに存落が存在した。 ドイツ語を話すバルサー族が1300年以降、ダボスより到来し、土着のロマンシュゴ民族を駆逐。数世紀にわたって、牧畜中心の生活が営まれた。行政上は1851年までダボス市の一部であった。1883年に、ドイツ人医師が保養地を設け、1888年にはサナトリウムがオープン。1900年から、 冬のリゾート地として開発され始めた。最初のスキー場が1938年に開業し、1956年にはバイスホルニエイタケーブルカーが通じた。1851年、ダボス市からアローザ市が分立した。シャーロック・ホームズシリーズのアーサー・コナン・ドイルは熱心なスポーツマンで、冬はダボスに滞在した。彼は娯楽用にとノルウェーからスキー板を取り寄せ、 地元のガイドと共に山に分け入った。そして、アローザまで格好し、市外のホテル、ゼーホフで昼食をとった。彼は、この体験を1894年のザストランド市に発表し、イギリスのスキーヤーの目をスイスに向けさせた。1926年のクリスマス休暇をアローザで過ごしていたエルビン・シュレーディンガーは、この地で、シュレーディンガー方程式を発見した。 トーマスマンも亡命中の1933年に短期間滞在した。オーバー湖、アローザ市の総面積は42.6平方キロで、このうち42%を、農地15.2%を、森林3.1%を、開拓地39.7%を、河川、氷河、山岳などが占める。主要産業である観光業は、 この大自然によるところが大きい。行政上は、バイスホルン山系の南東にあたる、プレスウル郡シャンフィックを合理に所属する。アローザ市街は、シャンフィック谷の最上部、アローザー・バイスホルン山のふもとにある、インネラ・ローザ・ドルフ王・グンターゼーマラン・プレチュリ、といった近隣の村落は、標高1690メートルから1950メートルの高所に位置する。 市外にオーバー湖とウンター湖の二つの湖がある。クールから鉄道の視線が伸びる。市内を通る鉄道スキーリゾートとして知られるアローザの宿泊施設のベッド数は4287床に上る。失業率は1.32%。2005年時点で第一次産業の2事業所に4人が、第二次産業の30事業所に308人が、 第三次産業の185事業所2202人が雇用されている。オーバー小より駅とケーブルカーのリバを望む総人口は2251人。外国籍の割合は2008年の時点で22.0%である。人口はこの10年間で9.8%減少したが、観光客なども含めると1月の約4600人から5月の約二千五百人まで、 季節によって変動がある。2000年の調査では79.8%がドイツ語をごとし、これにポルトガル語の7.3%、イタリア語の4.1%が続いた。男女比は2000年時点で男性が51.1%、女性が48.9%。年代別では9歳以下が7.0%、10歳から14歳が3.2%、 15歳から19歳が4.5%、20代が26.2%、30代が18.0%、40代が14.5%、50代が11.6%、60代が7.0%、70代が4.9%、80代が2.3%、90代が0.6%であった。直近の2007年の総選挙では、 国民党の得票率が最も高く、以下自由民主党、社会民主党、キリスト教民主党の順に続いた。25歳から64歳までの住民の70.3%が高等教育を終了している。2000年の国勢調査によると、1140人がカトリック教会に、1150人がスイス改革派教会に、109人が正教会に、 17人がその他のキリスト教にそれぞれ所属している。冬、凍結したオーバー湖で開かれる競馬、アローザの年間降雨日数は平均147日で1335ミリの降雨がある。このうち最も多いのは8月で14.5日に159ミリ降る。降雨日数が最も多いのは6月で15.6日あるが、 雨量は147ミリに止まる。一方最も少ないのは2月で14.5日に75ミリしか降らない。ありがとうございます。